ロク公演によるファンタジーオンアイス 2023A ツアーで世界中のファンの方々を熱狂させてくれた羽生結弦さん。期待の B ツアー新潟公演が6月16日からスタートするのを前に、 SNS に羽生さんの元気な姿が登場すると、待ちに待ったファンの方々から歓喜の声が寄せられています。幕張宮城の A ツアーでは例年のようにオープニングでド派手な登場とはなりませんでしたが、群舞においてもひときわ輝きを放ち、華麗なスピンやジャンプなどで見せると、ソロでは ISSA さん、キミさんの生歌に乗せ、イケ散らかしたステップを披露してくれた羽生さん。さらにフィナーレでの生き生きとした表情での滑りや気心の知れたスケーターとの触れ合いに、ファンの方々だけでなく漏れなく共演アーティストの方々までも羽生さんの虜となっていたようで、溢れる魅力に抗うことはもはや不可能となっているようです。そんな中、一周置いての新潟公演のリハーサルが週の頭からスタートしており、アイスダンスのパイポ組や織田信成さん、宮原さと子さんなどから次々とそのリハーサルの様子などが SNS に投稿されると、ファンの方々からは期待の声が寄せられていました。この期待の声が聞こえたのか、今公演で振り付けを担当している世界的振付師のデビッド・ウィルソン氏が自身の SNS を更新し、今夜のドレスリハーサルの準備ができました、みんなよくやったというコメントとともに出演スケーターを映すと、その中に羽生さんの姿も。田中圭司さんの隣でカメラに向かって手を振ってくれていた羽生さんは、いつもありがとうと感謝の言葉を笑顔で伝えてくれていました。この動画が撮られた後、さらにリハーサルは続き、明日の本番に向けて全員でより良いものを作り上げてくれることでしょう。この投稿で羽生さんの元気な姿を見たファンの方々からは、羽生くんが圭司くんと並んでる、これ見たら明日からがますます楽しみ、羽生くんが新潟にいる、その情報だけでも嬉しいんですけど、などといった喜びや期待の声が続々と寄せられています。 B ツアーからは共演アーティストの方々が変わるとあって、羽生さんとのコラボ相手や曲などを予想する方々も大勢いらっしゃいましたが、このチャンネル内で実施しているアンケートによると、半数ほどの方が中島美嘉さんとコラボするのではないかと予想しているようです。また今回会場となる新潟市のときメッセでは、アリーナに専用の板が敷き詰められアイスショー用のリンクが完成。この作業に当たっていた方々に羽生さんは、いつもありがとうございますと声をかけているそうで、いつも通りの好青年ぶりを発揮してくれています。そんな羽生さんが新たなプログラムを披露してくれるであろう期待の B ツアー新潟公演は16日17時開演となっており、土日と合わせた3公演に向け、すでに全国から大勢のファンの方々が駆けつけているようです。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。羽生さんの声も聞こえてくる。皆様 B ツアーも頑張ってください。デビッドの SNS に羽生くん登場、隣は圭司くんで元気そう、いよいよリハも大詰めだね。羽生くんが圭司くんと並んでる、これ見たら明日からがますます楽しみ。リハが終わって、このあと夜にドレスリハするんだね。いよいよだ、ドキドキする。羽生くんがみんなと一緒にいて楽しそうにしてるの見ただけで、私も幸せな気持ちになります。 B
ツアー大成功をお祈りしています。羽生くんとケイジくんは相変わらずイチャイチャしてるんですね。いつもありがとうって言ってくれているのは羽生さんだよね。いつも感謝の気持ちを忘れないマン。羽生さんが移ろうとしてくれてる一瞬だけど、その一瞬がどれだけ嬉しいか。ありがとうデビッド、そしてありがとう羽生さん。羽生くんはもう新潟、コラボ誰とだろう。素晴らしい演技ができますように。オープニングの曲なんかな、羽生くんのコラボなんかな、フィナーレの曲なんかな、ワクワク。 B ツアー、羽生くんはどなたとコラボするんだろう。全員ありえる感じしかしなくて、本気でわからない感じが最高。いよいよ明日からファンタジー新潟、出演する皆さん頑張ってください。明日から新潟公演、羽生くんの全身全霊の演技、とっても楽しみにしてます。の余韻が残る中、明日から B ツアーが始まりますね。 A ツアーがかっこいい系だったから、 B ツアーはしっとり系が来るかな。羽生くんが新潟にいる、その情報だけでも嬉しいんですけど、前日の全体リハが無事済んだんだね。無事に本番を迎えられるようで、こちらも嬉しいです。羽生くんの声はしっかり聞こえたし、元気そうでほっとしました。連日のリハーサルお疲れ様です。本番も頑張ってください。